犬の散歩を地域の見守りにつなげようという取り組みが柏市の豆ヶ丘ニュータウンで始まりました。これは犬と共に暮らすまちづくりを目指す地元の団体ワンダフルな街を作る会が柏警察署と連携して始めたものです。活動は地域にいる犬の飼い主が散歩をしながら防犯など地域の見守りを行います。飼い主は緊急性の高い出来事は110番通報し、それ以外の地域の問題や犯罪につながる恐れがある場合は柏警察署の生活安全課に連絡して注意を促します。会では通学中や公園で遊ぶ子どもの見守りなども行い、防犯のほかいじめ問題にも役立てればとしています。犯罪者はですね、見られるのを当然怖がりますので、防犯カメラではないですけども、目によって犯罪を防ぐことができるんじゃないかなというふうに考えています。日々の散歩の中で、やはりいろんなことに出くわしますんで、柏警察署と連携を組んで、そういう地域の監視の目、何かあったら助けを求めていただいていいですよということで、そういう活動もしていきたいと思っています。